はいみなさん、こんにちは。アジアで生きてます。ケイちゃんです。はい、今日はですね、イエローイエロー,、えー、イエローケイちゃんです。ということで、えー、今回もですね、イエローシャツで頑張って撮っていきたいなと思っております。でですね、あのー、今回の、えー、経験問題のですね、話なんですけども、えー、皆さんですね、まあ今、今現在ですね、えー、まあニューヨークでは報道規制ということで、 日本のメディアが何にも出てこなくなりましたね <laughs> って話ですねもう本当にね腰抜け日本の報道メディアみたいな感じですね本当にまあ困ったもんです、えー、もう本当に一番こういったような、ね、状況で怖いのはこの経験問題自体ですね何にもですね疑惑が晴れていない中ですねこのままなんとなく終わってしまうというのが、えーまあ、一番怖いし それこそですね、もう本当にね、日本はね、えー、日本の憲法どうなんでしょうか、報道の自由はどうなんでしょうか、言論の自由はどうなんでしょうか、えー、なおかつですね日本は、日本は法治国家なんでしょうか、本当に民主主義なのお隣の国と同じじゃないのもしかしたらお隣の国よりも悪いんじゃないのなんていうね、そんなような話にもなってくるんじゃないかなと思います。でですね、今回ね、そういった中で、えー、あるですね、ニューヨークのユーチューバーの人、 ま、あ人なのかね、あるいはね、何人から取ってるのか、ちょっとね、そこはまだわかりませんけども、皆さんあのね、多少の方がね、結構、ま、あ結構かな、ある程度の方がもう、皆さんもうご存知なんじゃないかなと思いますけども、えー、ニューヨークのですね、えー、チャンネル名が、ユーチューバーの方で、チャンネル名がですね、セレブリティ NYC モーメント、要はセレブリティニューヨークシティモーメントということで、えー、まあ、 アメリカ今現在、アメリカ在住の俗に言われるセレブですね。えー、それこそですね、えー、実際のハリウッドスターだとか、それこそですね、あのー、ヘンリー王子夫妻、ヘンリー王子メーガン元妃の実際のですね、えー、まあ、画像だとかですね、そういったようなものを、いろいろあ非常に短い時間なんですけども、えー、短時間で撮られているというような、えー、YouTuber の方がいます。 えどちらかというとね、突撃動画なので、あんまり画像等は良くないんですけども、えー、実際ですね、この経験夫妻に関してもですね、今現在3本のね、動画を上げてますね。えー、で、えー 実はですね、そのえー、私もね、このチャンネルのいろいろね、えー、概要欄だとか、それこそですね、今までその上げられている動画の内容だとかね、ちょっとざーっと見させていただいたんですけども、今までね、3本その経験さんに関する動画を上げてて、 あの、一本はですね、最新のやつはもう昨日、おとといぐらいなんですね。なので、まだね、再生回数は、ね、1万2000ぐらいなんですね。ところがですね、過去の2本の動画に関しては、ちょっとね、画像だけこれからね、お見せしますけども、についてはですね、えー、もうすでにですね、6万再生、7万再生言ってるんですね。<laughs> で、えー、その最新の動画に関しては今申し上げましたように、今1万2000再生なんですね。 で、おそらくですね、まあ、例えば私が今回、この紹介しますので、それによってまた再生回数が上がるでしょうし、えー、またですね、結構ですね、日にちが経つにつれて、日本のか特に日本の方がですね、どんどん気づかれることによって、どん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 また再生数が上がっていくと思うんですね。で、おそらくね、登録者数もどんどん上がっていくんじゃないかなと思います。 で、えー、申し上げましたように、このチャンネルの方はですね、えー、どちらかというと、そのやっぱり、えー、アメリカ人もしくは他の外国人、まあ日本人以外ですね、のニューヨークに今いらっしゃるセレブの人を、えー、撮り続けてるんですけども、まああのー、例えばですね、そのヘンリー王子夫妻の、えー、動画なんかも上げてます。それもね、2、3本上がってるんですけども、せいぜいね、えー、やっぱりねニューヨー、ニューヨーカーの関心が高いので、 うーん再生回数ででもですね、3万とか、せいぜい3万とか2万とかね、そのぐらいなんですね、再生回数が。で、他のですね、例えばね、レディーガガのね、再生あの動画なんかもありまして、せいぜいですね、再生数が数千回とかですね、えー、ハリウッドのスターなんかもね、結構撮ってますけども、やっぱりですね、えー、せいぜい再生回数が何千再生なんですね。それに比べると、さっき申し上げましたように、 3本しか上げてないですね、この KK 負債の過去の動画の2本に関してはもうすでに7万再生あるんですね <laughs>。で、最新のものも実際に昨日かな昨日上がった最新の動画なんかに関してもですね、すでに1万2000、3千再生までいってますので、これもおそらくですね、もうすぐに3万、4万、5万といううに上がっていくと思うんですね。おそらくね、この動画を配信しているこのセレブリティニューヨークシティーモーメントというですね、 この配信者の方も驚いてるんじゃないかなという気がいたします。で、えー、コメントもね、結構入ってるんですね。ただ、コメント、英語で入ってるんですけど、ちょっと私、見させてもらうと、おそらくですね、コメントを入れてる方もほとんどが日本人ですね、という感じがします。 えー、ちょっとね、あの、英文の内容をね、えー、日本人の方が英文でやっぱり、えー、コメントを入れてる方がかなり多いんですね。ただその英文の内容を見させていただくとですね、あ、これやっぱりその、えー、実際のアメリカ人じゃなくて、えー、日本人の方が日本から、えー、視聴いただいてですね、で、えー、英語でですね、コメントをいただいてるというようなパターンがほとんどじゃないかなという気がいたします。 で、このコメントに関してはね、また私もあの別の機会等で、えー、またね、ご紹介させていただきますけども、別にあの、私もあの、YouTuber として他のね、チャンネルを宣伝するわけじゃありませんけども、まあ内戦私は、えー、ニューヨークじゃなくてバンコクにいますから、こういうゲートができませんからね。だからそういったようなことをね、ちょっと日本のメディアに代わってですね、えー、皆様にちょっとね、お伝えしようと思います。で、まずね、これ、最初ご覧になっていただけますか。 これまあ一応ね、まず画像だけね、ご紹介していきますけども、これがね、いつだいつだちょっとね、待ってくださいね。これがですね、えー、約4週間前。だからね、えー、実際に、KK 夫妻がニューヨークに渡米してから間もなくですね。で、このね、えー、動画もすでに、ね、7万再生、えー、再生されてるんですけども、 もう実際にね、28秒ぐらいの動画。えー、で、の KK の息子がですね、おそらくはこのローウェンステインサンドラに出社する風景だと思うんですね。で、それをね、この方が、えー、このセレブリティニューヨークシティーモーメントの、えー、動画主の方がですね、初めて、えー、この KK の息子に関して撮った動画ですね。えー、4週間前の動画がすでに7万再生を超えてます。で、2番目に撮ったのはですね、えー これですね。これですね。えー、これがですね、えー、これは結構ね、もう皆さんご存知かもしれませんけれども、すでにですね、7万5000再生いってるんですね。で、これが約2週間前に、えー、k 験夫妻が外出をして、えー、一緒に手をつなぎながらですね、ニューヨークの夜を、なんか、知人かなんかをね、なんか、訪問したのかななんか、そんなような動画ですね。えー、これもね、これはちょっと長いんですね。2分27秒の動画。 えー、なんで、これもすでに7万5000再生回ってますので、日本の、やっぱりね、あのー、ご覧になっている方はほとんど日本の方が多いんじゃないかなという気がいたします。えー、ですが,ですが2万あ、2週間前に、えー、配信をされてすでに7万5000再生。で、えー、直近、直近、直近、直、え、近、ー、直近の動画はこれなんですね。これがですね、えー、昨日ですね、 1>, 1, 1日前に、えー、配信された動画で、すでに再生数が1万2000回回っております。で、長さとしては46秒ぐらいの動画なんですけども、これがね、どうなんですかね、出勤前なのか、もしくは、うーん、もうん、出勤した後なのか、帰る帰宅途中なのか、ちょっとわかりませんけども、えー、そういったところの KK の息子の姿をですね、えー、映してたと。 えーまあ、ちょっとね、えー、この動画主の方が、ただねあの、画像を見るとかなりブレてますので、やっぱり突撃、<laughs> 突撃ユーチューバー的な方で、えー、こういうようなね、今まではニューヨークのセレブの人を撮ってたと思うんですけども、えー、この経験不んに関しても、今のところ3本撮ってるんですね。私もね、ちょっとね、コメントを入れて、どんどん撮ってくださいよって、日本のメディア、日本の腰抜けメディアの管理に、どんどん撮って配信してくださいよってことでね。 それでもって日本のですね、ご視聴者の方喜びますよ、なんてね。そういうようなことをね、ちょっとね、これからコメントでも、ね、入れようかなと思っております。えー、ということでですね、えー、この3本のですね、えー、動画に関しては概要欄に全部貼っときます。えー、特にですね、直近のえ申し上げました46秒の動画。これがね、経験息子がね、出勤途中なのか、えー、帰宅途中なのか、いずれにしてもスーツ着てますからね。えー、まあ 出勤したのかなみたいなね、感じですね。まあ今現在ですね、このローウェンステインサンドラの、えー、今現在の彼のですね、経、え、験、ー、息子のプロフィールを見てもですね、未だに写真がないとかね、そういうような状況ですよね。果たして本当に正規で働いてるのか <laughs>、未だによくわかりませんけども、いずれにしてもこのね、動画を見る限りにおいては、うん、スーツ着てるしね、カバン持ってるんですよ。<laughs> なので <laughs>。 まあ出勤する途中なのかな、まあ、ちょっとよくわかりませんけども、そんな感じじゃないかなと思います。ということで今回はですね、あの、ニューヨークの YouTuber の方で、えー、セレブリティニューヨークシティモーメントというですね、こういう方がいらっしゃってですね、今のところ3本撮られてます。ショート動画でね。 えー、で私もね、いろいろね、概要欄だとかですね、チャンネル、この方が具体的に他のどういったチャンネルをね登録しているのか、そんなこともちょっと見ました。な,なんですけども、この方が登録しているチャンネルは、やっぱりですね、日本のチャンネルじゃなくて、アメリカのチャンネル、主にアメリカのチャンネルですので、まああの えどう考えてもですね、まず日本人じゃありません。なので、生粋のニューヨーカーの方なのか、えー、まあいずれにしてもアメリカ人じゃないかなという感じですね。もう私も直接ね、会話をしたわけじゃありませんから、なんと言えませんけども、いずれにしてもこういうような、アメリカ、現在アメリカの YouTuber の方が追っかけでですね、今んところ3本上げてますというような状況です。えー、皆さんどうでしょうかね。私もすでにチャンネル登録させてもらいましたけども、これでね、日本のですね、えー 実際のですね、えー、ビューアーというか、日本のえー、YouTube がお好きな方々、こうやってチャンネル登録するとですね、この方のチャンネル登録がガバーッと上がるんじゃないかなって気がしますけどね。そうするとね、かなり驚くんじゃないかなって気がしますけどね。私もちょっとね、英文でね、コメント入れといて、えー、ちょっとね、なんかね、コラボじゃありませんけど、そんなのできねえかなとかね、考えたりしております。もうとにかくね、日本のメディアがほんと腰抜けだから何も出てこなくなってきましたからね。 えー、ただやっぱりどう考えてもですね、こんだけ疑惑があって、なおかつ今のところ税金使いまくりなんじゃないのっていうことがね、えー、いくらでも噂されている経験夫妻、えー、このまま話としては風化させ人は絶対いけませんっていう中で、私もこの問題、えー、どんどん追いかけていきたいなと思っております。ご視聴ありがとうございました。失礼します。それでは、バイバイ。